切なお友達が遠くに引っ越すことになったのだ。とても悲しいのだ。お家の人のお仕事の都合だそうなのだ。大人はいつもこうなのだ。自分たちの都合を僕たちに無理やり押し付けて、僕たちの心を切り裂いて傷つけていくのだ。メタンちゃん、海に行かないかなのだ。海に？うん。このまま悲しい気持ちでメタンちゃんとお別れしたくないのだ。楽しい思い出が欲しいのだ。結局最後は悲しくなると思うけど。ズンちゃん、私もズンちゃんと最後の思い出が欲しい。私も海に行きたい。でもどうやって？私お金持ってないよ。僕の自転車で行くのだ。メタンちゃんは後ろに乗っていてくれればいいのだ。どれくらいかかるの？3時間か4時間かわからないけど、何時間でも僕が漕ぐのだ。頑張るのだ。うん、わかったよ、ズンちゃん。私、ズンちゃんを信じるよ。一緒に海を見ようね。こうして翌朝早く、親たちがまだ寝ている間に、僕たちは出発したのだ。目的地は、青い、海。それがどこにあるのか、どの道を通ればいいのか。そんなことはどうでもよかったのだ。とにかく僕たちは大人たちの作ったこの醜い世界から抜け出し、美しい思い出を作りたかったのだ。この先二人が離れ離れになっても、どんなに時が過ぎても、それは決して色褪せない宝物になるのだ。僕はメタンちゃんを後ろに乗せて、とにかく太陽の方角へ。がむしゃらに自転車を漕ぎ続けたのだ。そして交通事故に遭ってしまったのだ。メタンちゃんは首の骨を損傷し、首から下が一生動かなくなってしまったのだ。自転車の二人乗りは絶対にやめよう。マジで危険なのだ。子供は大人の言うことをよく聞き、交通ルールを守って安全な夏休みを過ごすのだ。